見てください。お、歴史の歪みが発生しようとしています。まさか、なんか出てるし。何これ、何なの、何なのその紫のやつ。一体何が起きようとしているんでしょうか。いや、一体何が出てるのそれは。おそらくワームホールの影響よ。ワームホール、何でしょうかね。ワームホール、何ですかそれは。何ですかそれは、気になって仕方がない。時空と時空をつなぐトンネルのようなもの、ね、時空と時空をつなぐトンネルのようなもの。そこに吸い込まれたものは今いる時空とは異なる時空に送り込まれるの。オーマイガー、オーマイガー、そのものですね。そんなことが起きたら歴史がめちゃくちゃになってしまうじゃないですか。また歴史がむちゃくちゃになっちゃうね。ドミグラのやつ、時空を混乱させるために次元式で発動する魔術を仕掛けたのね。せこいね、あいつ。じゃあ勝つ気なかったってことか。ちょっと負けるかもしれないから保険でこれやっとこうって、保険かけとこうって。あいつせこいな。見た目から想像できないほどせこいやつだな。とんだ困ったちゃんだわ。とんだ困ったちゃんじゃないよ。このままでは。かわいい言い方してんじゃないよ。ただうざいやつだよ。引き起こしてしまいます。またか、オーケー。早くワームホールを見つけ出して破壊してしまわなくては。オーケー。頼んだわよ。よろしくお願いします。よし、行こう。また新たな歴史な改編を作っていきましょうよ。次は何編になるんだろうな。お、来たね、最後の時、孫悟空の父バーダック。バーダック編か。成功条件は敵を15体倒す、フリーザの体力を一定以下にする。え、これ敵15体、フリーザ同時ってこと、一緒にいるってこと、違う、よくわかんねえや。失敗条件は自分の体力が0になる、バーダックの体力が0。ああ、バーダックの体力も0になるとアウトなのか。その辺難しいね。まあ、回復アイテム持ってきてるんで、バーダックの体力も回復させればいいだけの話ですしね。うわー、バーダックかっこいいな。ボコボコだけど。うわ、変態的な笑い方。盗撮とかしてそうだね。ひゃ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 。はい、私登場ですよ。あ、体調悪いわけじゃないのでね。もともとこういう肌なので、体調悪いわけだ。おー、いきなり戦闘が始まった。この雑魚たちを15体倒すのか。うわー、なになになに。あー、これまたハメだな。数の暴力でハメてくるパターンだ。はー、俺この系のミッション苦手なんだよな。本当は数暴力だからね。田舎の不良みたいなもんですから。一人じゃ何もできないくせに群れると急に調子に乗り出す、そういうやついたよね。いるよね、田舎の不良ですよ。それが田舎の不良なんですよ。駅前でタムロするんじゃねえ、ふざけんな。15体か。ちょっとバーダックの体力も気遣いながらやっていかないとね。ウルトラファイティングボンバーズ、ハゲ。これで、やっちゅう。あ、倒せねえのか。結構ダメージ与えたんだね。よし、まず1匹撃破。そして2匹目、ラズベリー。あー、うざいな。バーダックのとこ行くな。バーダックの体力を気遣いながらやっていこう。自分の体力が0になることに関しては何のことでもいいんですけど、やっぱバーダックの体力0は厳しいからね。うわ、技外したし、最悪。敵がバーダックの方、バーダックの方行くんだって。あー、また気候弾後ろから撃つな、バカ野郎卑怯者。ほんと卑怯いな。お前の人生卑怯すぎるね。卑怯すぎる。面白くない。お前の人生楽しくない。俺はお前みたいなモブキャラ人生を歩みたくないんだ。オッケー、バーダックありがとう、倒してくれたね。これで現在2体目かな。そうか、3体目といこうか。15体はちょっと多いよね。バランス調整ミスじゃないの。15体とかいう謎の多さ。フリーザ多分これ戦ってる最中に来るよね。今まだフリーザ来てないけど、絶対フリーザ絶対後で来る。ちょっとバーダックを守りながらやっていかないと。バーダック頼むよ、やられるんじゃないよ。これフリーザ来た時体力戻るのかな。戻らねえわな。そのまま継続だよな。うわー、そう考えるとかなり鬼畜ミッションだよね。みんな元気カプセル持ってきてるので、あのの使っちゃった、元気カプセル得る。あー、なんで使った、ボンミス間違って画面開いちゃったよ。ウタファイティングボンバー、おら直撃じゃハゲ。おらまたかいまたかい。あー、もうまた出たよ、雑魚の気候弾ハメ。勘弁してくれ、もうバランスミスだろ完全に。これ見てよ、もう田舎の不良そのものじゃん。ただのハメゲーになってるよ。敵にはめられるという理不尽なゲームだ。バーダックどこで戦ってんの？バーダック。ちょっとバーダック。バーダックはどこで戦ってるか教えてほしいんだけど、個人的に。な、バーダックどこで戦ってるの？まあ確かに間違った。間違って使っちゃったね。今何体目だ？よし、まあまあ、バーダックの体力はまだ余裕ありますから。
ちょっとミス続く。どこに攻撃してんの、どこに攻撃してる。よし倒した。どこだ。よし、バダキ任せろ。モンレイは俺に任せんだ。ウルトラファイティングボンバー直撃すれば血が免れんぞ。ゲチュホーゲチュで、ゲチュホー。ロベリー、ロベリーやめるんだ。ナバナ調子に乗るな。エクソナバナ攻めさせたらずっと飛行弾っての知ってんだぞ。田舎の不良そのもの人間だから死ねえ。ネイプルさんやめて。これ次々来るんだね。15体めんどくせえぞ。これ1分4体くらい来るからね。あー待て、クソザコのお前に時間をかけてる暇はねえ。頼むから気候弾ハメだけは勘弁してくれ。もうこんだけいるの全員が気候弾撃ってきたらそれはおかしくなるでしょ。ただのハメだもんね。結構こういうの多いからね。ウタファイティングボンバー、ちょいな直撃ガードしてんじゃねえ。ザコのお前がガードするんじゃねえよ。どういうことだよ。ザコにガードされる技全然アルティメットでもなんでもねえだろ。一応結構な強敵倒してきたんだよ。なんでフリーザー1位のザコに俺の必殺技がガードされなきゃならないの。アルティメット技でもなんでもねえよ。アルティメットってつければなんでもいいと思わない。のまたザコが来た。もう後ろからやめろ、頼むから、もう頼むからやめてくれ。これ結構イライラするんだよね。結構なストレス溜まるからね。みんなやってる俺からしたらものすごくストレス溜まる展開だから、1対1でボコされるんだったらまだしも、数の暴力でボコすのは勘弁して。よっしゃ倒したか。何体目だ。数出してほしいわ。逃げるなザコが。とにかく数を出してくれ、頼む。何体目かわからないっていうのが辛すぎる。よっしゃこれで10体ぐらい倒してるよな多分。砲弾はめ、ゴラナバナ、ゴラナバナ、ゴラ何。あーバーダック体力半分以下になってる。まずいな、バーダックこんなザコもボコされてどうするよ。フリーザ倒すんじゃなかったの。フリーザそんなの倒せないよ。こんなザコもボコされてるようじゃ戦闘力1万もないんじゃない。だから気候弾ハメはやめよって。こうなるからさ、見てよこれ、何もさせてくれないっていうの。見て見て見て、ただただいじめですよね。最近話題のリンチ事件ですよね。これまさしくリンチだよね。少年法は、少年法やってもこれダメでしょ。じゃあネタにいいってこと、ネタにしていいことじゃないからね。よし、ちょっと数が多すぎる、めんどくせえ。15体、10体でしょ。よくて10体でしょ。俺これ完全にバランスミスだと思うけど、やってて完全にバランスミスだなって思うんですけど、どうなんでしょうかね。よっしゃ、あ、全部倒したか。フリーザーまずい。バダックバダックバダックどこいる、バダックどこいる。え、バダックは、ちょっと待て待て待て、よしよし、ムービー来たね。これ待てよ、バーダックの体力元戻んのか。とりあえずフリーザー出てきたね。えい、フリーザーさん登場です。笑ってる、余裕あるね。さすがフリーザー、目が目が。よっしゃ、これフリーザー難しいな。フリーザーの体力が一定感することで OK だからね。みんな元気カプセル、あれみんな元気カプセルって意味ないの。 What? ちょっと待てよ、ちょっと待て、みんな元気カプセルって意味ないんだね。ストーリー中の仲間に使っても。マジかい、それ先教えてよ。何がみんななの。みんなじゃないや、みんな要素ゼロだよね。みんな要素ゼロ。 OK、 とりあえずフリーザーをボコボコにしていきましょう。あーもうザコやめろ。ちょ待て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 、バーダックの方行かれたらアウトだぞ。あー頼むからザコにロックオン変わるな。おいおいおい、フリーザさんバーダックボコボコするの勘弁願ってくれませんかね。どこ行くのどこ行くの、バーダック頼むぞ、耐えろよ。フリーザさえ一定以下の体力ダメージ与えたら OK だからね。うわーお謎の、バーダックバーダックいいぞいいぞやれ。ちょっと待って、どこいんのフリーザ、フリーザフリーザフリーザさん動かないで、なんで動くの。
バダックがザコの一味から攻撃を耐えてくれ。ザコやめろ、頼むから、頼むからやめてくれ。もよしよっしゃ、来い。やめろやめろ、バダックの体力がない。バダック、バダック、バダック、あかん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 、ちょっと待てちょっと待て、ザコやめろ、ザコやめろ、ザコやめろ、あとちょっと、多分これ第一だ。はあ、もう頼むわ、バーダックも。これなんだこれ、失敗。何してザマだ。もうこれ無理だろう。弟子か。弟子じゃねえよ。ちょっと待ってくれ、これ無、はあ、無理。あのまずみんな元気カプセルが、まずあのタイトル通りみんなじゃないっていうね。これがまず面白いところでしょ。みんな元気カプセルって歌ってるくせにみんなじゃないっていう。もうストーリー中の仲間はなか体力回復ならないの？ちょっとね、ひどすぎるんだよな。完全にバランス調整ミスってんだよな。理不尽系、これ見て。開幕俺何もしてないからね。ただただボコボコされてるっていう。もう、こう、あとね、もうこれ、みんな元気カプセルね、効果ないですね。みんな元気カプセルって書いてるのに効果なしというね、謎ですよね。商品登録法に引っかかりますよね。嘘書いてんだもん。俺5000円くらい払って書いたもんがさ、買ったもんがさ、嘘騙されてんだもん。これとにかくバーダックがボコボコにされるのは勘弁願いたいわ。なんでストーリー中の仲間って体力回復できないんだね。今知ったわ。じゃあ無理でしょこれ。あーもう数も多いし、これ絶対俺クリアできねえな。できる自信がないもん。数の暴力&バーダック弱し、バーダックの究極的な弱さ&自己中心的、死にかけてるのを突破する。ほんでミッション失敗したら俺がアウトだからね。ってなるんだ。これどうしたら成功するんだろうな。さっきバーダックの体力が切れてアウトだからね。ザコがうざすぎる。とにかく何体出てくる。15体完全バランス調整ミスってるでしょ。15は多すぎるでしょ。なぜ15にこだわったんだろうね。10体ならば話はわかるんだけど、15は無理だな。とにかくバーダックさえ、あのね、別にいいんだよね、敵のハメとか数の暴力とか、別にそんなのはどっちでもいい、15体でもいいんだけど、バーダックがすぐ死ぬからね、このザコキャラにもボコボコにされるというね、もう夢のかけらもない、実はそんな弱かったのっていうな。もうあとハメやめてくれ、もうこれ。飛行弾ハメね。何このグダグダ。よし。カモカモカモ。次々来い。もうお前じゃないよね。ネイプルさんと私は対決してるんですよ。何してんのこの人。ラズベリーさん、ねえ、人の話聞こう。なんで来んの。飛行弾が避けれないっていうね、俺下手くそだからね、飛行弾の避け方わかんないんだよね。飛行弾はどうやらこの飛行弾放ってる方向に方向キーを向ければいいらしいんですが、うん、俺なんかわからない、避けれない。それじゃ普通にダメージ食らうだけ。ガードも何もしてくれないから、もう方向キー向けたとこで何の意味もなかったね、うん、あの丸ボタンでやったらいいのね。俺正直これ操作方法失敗かなと思うよ。ゲームの愚痴ばかりで申し訳ないけどね。正直あのスパーキングメテオみたいに丸ボタンで弾き返すってやった方が俺は正直やりやすかったかな。まあいいや、とにかく倒していきましょう。もしかしたら成功もあるかもしれないしね。ちょっと一回ミスりましたから、頼むからもうこれ以上邪魔すんなハゲ。立ったとこはめるとか卑怯すぎんだろ。スマブラみたいに倒れた直後はダメージ食らわないようにしてほしいね。どんだけ数の暴力なんだよこれ。 OK。 どこに行く。よし倒した。バーダックの体力はこの時点で半分切りそうだからな。バーダック頼むから、もう手つないで戦おうね。手つなごともに離れない。離れて死なれたらたまったもんじゃないからね。それでミッション失敗言われてもさ、いいってなるよね。俺がボコボコにされるんだ、まだしも。
CP キャラのバダックがボコボコされて、はい、守りきれませんでした。アウトです。いや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 。いや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 。守りきるも何も、自己中心的なバーダック。あーもうこれなんだこれもうひどいなひどいな、さっき以上にハメ状態に入ってないかい。これ見てよ、どこかしこ、どこらかしこらもこういう来るんだもんね。これレベル上げたところでいいんだよ。無理ですな、これ多分クリアできねえぞ。もうバーダック動き回るな、頼むからね。バーダックさんと、バーダックさんを見守るゲームですね、このゲーム。敵倒すゲームじゃない、バーダックさんを見守る、自己中心的なバーダックさんの行動を見守るゲーム。あーこれも弾き返せねえんだよな、どうやって弾き返すのこれ。後半ハメゲーになってるよね。これは初めから気づいてたんだけど、これ結構な後半ハメゲーになってるよね。あーまたバーダックさんの体力が半分切った。もうこの俺がじゃないんですよ。お前が未来変えれるわけねえだろバカ野郎。ふざけんなよ、それより自分の体力を気にしてくれ頼むから。俺ストーリークリアできないんですけど、先の未来見ることできない。俺の未来を考えてくれ。お前の未来とか知らん。お前の未来はフリーザの殺されるだけじゃ、それ以下でもそれ以上でもないんだよ。頼むからもう自由に動き回るな、バーダックさん。自由フリーダムすぎるね、フリーバーダックさん。エディターファイティングボンバー、よしよし、ガードやめて、時間の無駄だから。はい来た、ザコをボコしておいて、もう一匹のザコが来る。田舎の不良そのものですね。なんでもねえや、これ見てよ、ただのいじめだよ、いじめだよ、ネクラのやつがいじめられている構図だよ。ただの色おかしいからってさ、お前体調悪そうだからいじめられてる構図だよね。よし、あーでもあーこれ絶対無理だな、この時点で差し引くも。あバダック死ぬなって、バダックさん死ぬなって。何このいじめゲー、頼むからさもう近くに来てくれよ。もうガードすんじゃねえよ、一応魔人ブーやら悟空やら強いやつ倒してきてんだよ。なんでそいつの技がガードされるの、たかがフリーザの一味のザコにさ。矛盾してんだろ。バーダックさんの元行こうか。あ、やっぱ意味ないね、うん。使ったとこでやっぱ意味ない。何度使っても同じだね。これなんか味方の体力回復するアイテムとかねえの、ストーリー中の。ないよね、そんな。これ無理だな。ほら見て、もうバーダックさんこれだからね。もう煽るなバカ野郎。もうこの時点でバーダックさん死にかけだもん。なぜ自らフリーザを呼ぶのか、自分の体力死にかけなのに。これまた無理ですね。もうこれ今回失敗したらまた次で倒していきたいと思いますので。レベル上げないと無理ですね。ハメゲーになってんだよな完全に。でもここの時点でもまだザコがいるっていうね。よっしゃ、とりあえずフリーザにマーカーをつけて、もうそれ以外は知らん。とりあえずフリーザの体力を一定以下にすると、もしかしたらクリアになるかもしれないからね。クリアになるよね、フリーザの体力を一定以下にすることだから。うん、でも無理かな。本来ならフリーザはバーダックさんと戦うことなく惑星デフィーザを破壊してしまうから。よっしゃ来い、フリーザ来い、イエスフリーザ、イエスフリーザさんカモン。フリーザに攻撃してるんですか。攻撃してるぜ、結構攻撃してるよ。ウルトラファイティングボンバー、はい終わりです。じゃあ今回はもうこれで終わりで、次回の実況でまたこのバーダック編をねプレイしていきますので、正直なんて邪魔だ、なんてざまだじゃないけどね。それでも俺の弟子か。弟子だよ。うん、君の弟子だ。君の弟子だからこうなるのかな。運がないのかな。とにかく今のまんまだと本当理不尽な攻撃&何もできないので、修行だったりもしくはストーリー中のレベル、モンスターじゃないね。ストーリー中の、なんか、レベルじゃない、体力を上げるようなアイテムがあるかもしれない。ちょっと買いに行こうか。もしかしたらあるかもしれないね。それあったら余裕でいけるから。
とにかくね、バーダックさんがフリーダムすぎるので、守れない。手繋いでたいのに、俺は。手繋いで戦いたいの、それを無視する。もう理不尽そのものなんだよな。難しいとかじゃなくて、ただただ理不尽っていう、守れって言ってる、動くな。守らなきゃダメなんですよ。フリーバーダックさんですよ。ストレスだけが溜まる戦いですね。なんか、ストーリー中の仲間、体力回復、ねえか、ねえか。ねえかなあ。ほら見てよこれ、これほんと詐欺ですよね。なんて言うんですか、司法詐欺って言うんですかね、商法詐欺って言うんですか。書いてることが全然違うもん。みんな見て、俺がさっき使ったアイテム、このみんな元気カプセル Z 5000円もするアイテムなんですけど、こちらのアイテム欄の説明見てみましょうか。癒しの効果を周囲へ広げる究極力カプセル、同じ時間軸上に存在する仲間全員の体力を最大まで回復するって書いてるのにもかかわらず、ストーリー中の仲間には回復できない。それはかっこストーリー中は無理とか書くべきじゃないですか。ねえ、そら騙されるよ。正直ね、俺これいける気配がないんだよね。難しいじゃなくて理不尽だから。うん。とにかくね、別に15体現れることはいいんですけど、それはいいんだけど、バーダックさんがね、あれどうするべきだ。バーダックさんが強すぎる、弱すぎるからな。弱すぎるくせにフリーザーを煽って出すっていうね、もう意味のわからないことやっとるよね。田舎の不良よりたちの悪いね、ことをやっとるわけですわ。もうこればかりは俺のレベルどうこうじゃないからね。うん、じゃあもう一回だけチャレンジしてみましょうか。もう一回だけバーダック編行きましょう。次失敗したならばもう諦めます。もう、修行してね。で、直してこないと。バーダックさんと手繋いで戦うべきなのか。とにかく雑魚が多い。もう2対2対2対でいいね。それを10体で。15体多すぎ、一気に出すぎ。4体ですからね、一気に。全部で4体。そらバーダックさんもボコボコにされるわ。元も子もねえわ、そんなの。あーもう最悪だな。このミッション究極的に難しいぞ。いやいや、簡単なんですけどね。敵自体は強くない。フリーザーも別に俺は強くないし、戦いたいんだけど、フリーザーと戦う前にバーダックさんが毎回やられるっていうね。見てくださいじゃない、もう見ましたよさっき。それはしょってそれもう何回も見た。 OK、 じゃあもう一度だけチャレンジしていきましょう。これ失敗、またミスしたらですね、もう終わりにしたいと思いますので、また次にね、次回回したいと思います。もういい、ここはしょって。なんだこの人、バーダック。いやもう知ってる、それ何回も聞いてる。実は父親です、バーダックさんは。とにかくもうバーダックが動きすぎなんだよな。頼むからバーダックストップ。ボコされてるじゃん、ほら。ね、ザコ君にボコされてるでしょバーダック君。ね、ストップしよう、バーダック君。人の言うことを聞こう。ねえ、味方扱いしてくれてるよね、バーダック。俺はどうなのか知らないけど、バーダックは味方扱いしてくれてるんだからさ、説明おかしいよね。 Z カプセル、みんな元気カプセルのね、詐欺だよね完全に。同じ時間軸にいる仲間全然違うじゃん。どういうことなんだろうね。さあ、とにかく倒すこと。もういきなりバーダックさんものすごいダメージ受けてるけどね。バーダックさんさえ体力回復できたらいいんだけど、これフリーザーが出てきてからも、この体力は継続だからね。一体一体区切り打って体力回復してくれたらいいのに。よし。くた、お前がくたばれ。お前何回くたばってんだよ。フリーザーの前に何回くたばってんだよ。フリーザー出てくる前にくたばってんだよ。ザコ的でもう、フリーザー全然の問題じゃないからね。フリーザー出てくる前の前提問題。よっしゃ。またこれ体力多いからな、ちょっと体力低くしてほしいね、一体一体の。これ15体は厳しいわ。おらずだ。バーダックさんを見守るゲームですよ。おらー、はい、直撃。OK。
カモンカモンカモン。もうやる気というやる気がね、そがれてるからね。モチベーションが何にもねえわ。モチベーションをどこに置いたらいいのかわかんねえ。ほら、えいナバナ撃破。逆から読んでもナバナさん撃破。え、こいつも撃破。ノベリーですね。今何体だ？ 5 体くらい討伐してんのかな。これどっかで見えねえの？見えないね。なんか優しさがないね、このゲーム。ちょくちょく、あ、優しさねえなって思うんだ。あの、数表示してほしいわ。モチベーションにつながるからね。あ、これくらい今倒してる。よっしゃ、エリートマーケーション。直撃はしないね。無視だね。砲弾ハメですが、いつまでその技をしてくれるんでしょうか。そりゃ簡単でしょうね。4人いて全員が気砲弾を撃てば成立するからね。ダメージ与えれるから、ね、そりゃものすごく簡単でしょう。しかし俺はそのやり方あまり好きでよ。面白くない。やってるプレイヤーのことを考えてくれる。バーダックありがとう。ナイス倒し。オッケー。あー、行き過ぎた。ダメ。どこにいる敵。あーのミスター最悪。よし倒したかな。あーのあとちょっとで倒せるのに邪魔すんな。誰だ、ナバナくん。ナバナくん何。ナバナッチ何してるの、ね、ナバナッチ。すごいボコされてる。ウルトラファイティングボンバー当たる。撃じゃハゲ。よーし、ダブル KO。 いいね。何すごい撃ってるけど、何の音、くしゃ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 言うてる。数が多いな、ほんと。バーダック、あ、でもこれバーダックの体力いい感じね。いい感じでいけてるね。これもしかしたらクリアできるかな。じゃあ、KO か。あ、まだ KO じゃないの。うそー、フライじゃねえよ。ウルトラファイティングボンバー直撃じゃ。ガード、もうアルティメット技ザコごときがガードするのやめない。世界観おかしくなってくるぜ。しゃ、あー、もうバーダック邪魔すんな。もうバーダック邪魔すんな。今メテオラッシュ仕掛けてんだろ。くそーじゃねえよ。学習しろよ、いい加減に。お前結構やってるだろ。気がついてるだろ。帰れねえからやめろ、諦めろ。絶対無理だ、ね、結構な段階で無理だなって気がついてるでしょ。フリーザー相手の時点でもう無理だなって感づいてるでしょ。本気で勝とうとしてるのはただのバカだ。ノーン、やめろ。ハメは勘弁してくれ。1体、3体も俺を狙ってるっていうね。もうな、これ、数の暴力も暴力ですよね。ただのいじめゲーですよ。はぁ、もうどこ逃げても、この気候弾。気候弾ハメゲーですね。はい、ごちそうさんでーす。あぁ、もうこの時点でバーダックの体力が赤ゲージってことはアウトだね。オッケー、アウト。あかん、あかん。ウルターファイティングボンバー、みんな当たれ。消えよう、いいね。はめるな、はめるな、バカ野郎。もうハメ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 、壁の数の暴力ハメ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 ハですよね。ありがとうハメハメ。ああ、新たな技いいね。これ面白いね。それセンスを感じるな、非常に。ハメハメハいいね。面白いだろうね、ハメてる本人。ハメられてる人の気持ちを考えて。あ、無理無理無理。もうバカだね、本当。バカの一つ覚えに煽るからね。この体力で煽っても、う自分死にかけって分かってるでしょ。上部八鬼は明美さん。はあ、
まあわからないからね、まだ可能性はゼロではない。なぜ俺たちを攻撃するんだフリーザー。俺たちサイヤ人はお前の命令通り働いてきた。よっしゃ、とにかくフリーザーをボコボコにする。サイヤ人はもう消えてもらおうと思うんだ。これなんでフリーザーと戦ってる時までザコがいるのかな。これが不思議でたまらないんだけど、15体倒すんだ。意味がわからないね。なんだとじゃねえんだよ。本来ならフリーザーはアザクさんと戦うことなく惑星軍団。はい、終わりですね。最後フリーザーにとどめを刺されました。今のところ正直いける気配がまるでないですね。ストーリーは仲間の方も連れていくことはできないので、ちょっと無理ですね。攻略法がわからないので、また次回の実況でやっていきたいと思います。正直今のところ全く笑顔はない。ただイライラするだけっていうね。なかなかゲームのバランスとしては崩壊してるんでね、体力回復もできないのはちょっと辛すぎるね。体力取らん、バーダックの体力回復さえできたらいいんですけど、できないのでね。諦めました。もうやめます、もうやめます、考えるのやめます。次回の実況でまたチャレンジしていきますので、もしよかったら次回また見てくださると嬉しいです。じゃあバイバイ、また会おう。